支援センターを代表しまして、一言お礼ご挨拶を申し上げます。本日は第12期まちづくり大学、以下まち大と略させていただきます、受講の皆様にめでたく修了証書をお渡しすることができましたことを大変嬉しく思います。そして皆様のご熱心な学習姿勢に敬意を表しつつ、これからの皆様のまちづくり活動へのいろいろな関わりに引き続いてお役に立てればと考えております。さて、私どもセンターではいろいろな市民活動支援のためのメニューを取り揃えていますが、中でも力を注いでいますのが、このまちづくりのための市民力を開発することを目指した塾大の運営であります。これからの少子高齢化時代に踏まえて推進される生涯住み続けたい町大阪狭山市づくりに必要とされる、行政と共同して活動される市民力は現状を大きく上回る多人数になることが予想されます。ご案内の通り、今後市側では若者の定住、移住者の受け入れ、仕事の創出、地域での企業、子育て支援など人口減少への対策としての財源措置に迫られることになります。市は自ら設定した政策目標を達成するための新たなコストを継続的に確保していくことが必要となりそうです。そしてこれらを補完するための市民側の共同役割も各種多様化し、かつ専門性を帯びたものになると思われます。では改めて人口ビジョンという目標に向かっての総合計画の推進に必要なまちづくりのための市民力とはどのような力なのでしょうか。人口減少への対策の一環としての市民共同の在り方であり、明快な答えが出しづらい難問です。この難問は日本全国いずれの自治体においても共通した課題となりつつあり、これを解決するための競争時代を迎えることがマスコミでも連日報じられています。実はこの難問を町大の受講者のお一人お一人の今の生活環境を守るための問題としてしっかりとご認識をいただき、自ら解決するための糸口を皆様と一緒に考え、さらには市民共同活動に参加していただくきっかけとしていただくことを町大開校の目的とさせていただきました。したがって私どもセンターでは今後も引き続き一人でも多くの市民の方に市民共同への参画意欲を燃やしていただくために、町大への受講者をお誘いしてまいりたいと考えています。そのため皆様にお願いを一つさせていただきます。お願いとは、来年度に開校します第13期町大への受講者を皆様からも推薦していただきたいのです。もちろん私どもも募集活動に参加しますが、経験的に申し上げ、町大を修了された皆様からの直接のご勧誘が、日頃地域のまちづくり活動に無関心な方たちの気持ちを揺さぶり、まちづくりへの参加の必要性に気づいて、まちづくりに関する学習意欲を高めていただくきっかけとなることが多いのです。皆様には日頃からまちづくりに参加する仲間を増やすための候補者を見つけていただき、私どもと一緒に町大への受講者としてお誘いすることができれば、もっともっと市民力をアップさせるための輪が広がるのではないかと考えます。この場をお借りいたしまして、町大への参加者募集へのご協力をいただきますようにお願いをしておきます。
結びにあたりまして、皆様のこの度の町代終了を心よりお祝い申し上げ、短い期間ではありましたが、この間の学習成果が皆様にとって今後の市民活動のための貴重な糧としていただけることを記念いたしまして、第12期まちづくり大学終了のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。